アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。ではまず、K-1 福岡大会参戦が決定しました、はい、まず今のお気持ち聞かせてください。やっぱりもう戦いに備えて毎日練習やってるんで、まず結果が全てだと思うんで、まあ、相手を倒すことが一番僕の中での目標です。周りの反響ってどのような反響ですか？僕はいろんなところで結構練習させてもらってるんですけど、地元以外でもそのやっぱりいろんな練習してる皆さん、一緒に練習してる皆さんが僕より嬉しがってくれたりするのはめちゃめちゃ嬉しいことですし、だから負けれないという気持ちが本当に強いです。その地元以外でも練習してるっていうのは、はい、いろんなジムを回られてるっていうか、そうですね、いろんなキックボクシングのいろんなジムといろんな方々と練習させてもらってます。格闘技をそもそも始めたきっかけっていうのを教えていただいてもいいですか？僕が小学1年生、保育園とかそれぐらいの時に、僕の親戚、おじさんにあたる人が昔 K-1 を年末に見ていて、その時はヘビー級の試合があってて、そのミルコ・クロコップ選手がこう出てて、そのハイキックにめちゃめちゃ憧れて、ハイキックでちょうど KO して、それがきっかけですかね。僕もそれぐらい体格が大きくなると思ってたんで、100キロぐらいいくのかなと思ったんですけど。いや、もうミルコ選手のハイキックでもう一瞬に引き込まれた。そうですね、はい、あの電気の線とかに向かってハイキックの練習をしだしたのがきっかけです僕は、はい、電気の線ってあの紐ですね、はい、最初は足が上がんなかったんでなるほど、はい、ちなみにそれでその、はい、見て格闘技に憧れて、はい、その始めた段取りというか、はい、最初に極真空手を始めて、でそれからキックボクシングをやって今ですかね、長年。その極真空手は何歳から始めたの？極真空手をやったのが小学2年生です。プロでの、キャリアっていうのはどのような形で積んでいらっしゃるんでしょうか？はい、プロでのキャリアはですね、プロの試合に初めて出たのが18歳の時、プロデビュー戦戦った相手がその元木さん、あちらもらえる負けちゃったんですけどそれからこう一緒にこの腕稽古を伺わせてもらって、それから仲良くこう一緒に練習させて本当面倒見てもらってる感じです。普段は、はい、どの、はい、団体さんだったり舞台っていうのは試合をされてるんですか？僕は今九州プロキックボクシングっていう団体で九州で活動しています。ということで言うと、はい、やはりその K-1 とはいえ九州の舞台で試合をするっていうと、
その背負ってるものは大きいですよ。大きいですね。九州ですし、絶対負けれないですね。今回その K-1 の舞台ってなることで、はい、何か普段とはちょっと違うところっていうのはあるんでしょうか。やっぱり相手の選手もめちゃめちゃ強いと思うから、やっぱ強い相手と戦うのは僕楽しみなんで、そこが一番楽しみです。はい。まあ、その相手の、はい、お話出てきたのでちょっと伺いますが、はい、純粋に選手としての小鉄選手の印象っていうのを聞かせていただきます。タフで前に出てくる選手とごついなと思いますね。でも もちろん対策っていうのはもう、まあ、そうですね、言えないですけど最終的にの決着の勝ち方ってどんなプランを？プランですか、まあ、もちろん KO で、そうだけですね。あの戦績を拝見 する分にはすごい KO 率が高いなという印象を受けたんですけど、はいはいはい、そこっていうのはやっぱり試合をする上で意識はされてるんですか？そうですね、常に、まあ、当たり前ですけど常に僕ファイターなんで KO 勝ちしたいんで、すごい意識して戦ってるのかなと思うんですけど、まあ、本能的に、まあ、ちょっとスパーリングとか、マススパーリングとかやってても僕ちょっとたまに熱くなったりするんで、そうですね、多分本能的にちょっとそういうスタイルじゃないかなと思います。ちなみにちょっと右目の方も、はい、あの腫れてらっしゃったりする。ああ、これは僕は軽くやってたんですけど、相手の方が思いっきり来てくれるんで、そこでちょっと腫れちゃったっていう。日頃からこう、まあ、激しくやってるんで。練習ももちろん、あの常に本番、常に戦場っていう。そうですね、はい。まあ、初めて健太選手の試合をご覧になるファンの方もいらっしゃると思うので、はいはい、あのこういうところを、自分のこういうところを見てほしいっていうようなところがあるんですか？はい、僕はそんなに丁寧には戦えないんですけど、もう何ですかね、まあ、気持ちじゃ常に絶対負けないんで、そこを見てほしいですかね。まあ、絶対勝ちます。ちなみに、はい、あのまあ言えなければ、はい、結構なんですけど、得意の技っていうのはあるんですか？得意の技ですか？ムエタイも好きなので、蹴りだったり、まあ、そういう系は全部得意ですかね。ボクシングも好きですし、まあ、格闘技は好きなんで、いろんな技、まあ、僕にしかない技も出せるんじゃないかなと思います。実戦ではムエタイっていうのはあるんですか？実戦、ムエタイルール、あ、肘折りルールだとか、対人の方とも戦ったことはあります。はい。でも普段 の、はい、あのルールで言うと、あれですか、 K-1 に近いルールではやられてるんですか？そうですね、はい。あ、でも首相撲ありだったり、その K-1 はないんですけど、キャッチ、ワンキャッチありとか、そういうルール見てたりはしてますね。っていう部分で言うと、はい、その肘なし3分3ラウンドっていうところのルールっていうのはご自身ではやりやすいですか？はい、そうですね、特に、まあ、そのルールに合わせて戦うだけなんで、やりにくかったり、やり、まあ、臨機応変に戦いたいと思います。まあ、その初参戦というところで、はいはい、あのすごいあの期待する部分も皆さんあると思うんですけど、今後この試合をきっかけに K-1 での目標っていうのはどのようなものを描いてますか？ K-1 での目標、もちろん、まず勝って、僕後楽園ホールで試合したことがないので、クラッシュに出たりと、ゆくゆく僕はこう世界のいろんな、まず世界の強豪の人たちとかいろんな人と戦いたいんで、まず日本のいろんな方々と戦って、 K-1 だったら外国人選手とかと結構もうみんなトップなんで、みんなが集まっているところで一番慣れたら本物だと思うんで、そこを目指してます。では、最後になりますが、はい、今回の試合に向けての意気込みをと、あとファンへのメッセージを、はい、カメラ目線でいただければと思います。皆様はじめまして、CUC 所属健太です。今回この K-1 福岡大会、僕の地元で開催されるんで、地元なので絶対負けれないというやつ、九州男児の強さだったり、そういうのを見せれたらなと思って戦います。あと
やっぱりなかなかこの世間の状況も状況なんでマイナスのイメージも多いと思いますけど、僕たちその格闘家がこう戦って、僕たちも勇気を出して戦うんで、周りのみんなに勇気を与えれたらなと思います。応援よろしくお願いします。